こんにちは。エクサバイト .io プラットフォームに関心をお寄せいただきありがとうございます。これまでにない日本語のウェビナーにようこそ。私の名前はティマー・バザーロブです。今日はウェビナーのコンテンツを発表する森博士が参加します。私たちの目標は、エクサバイト .io プラットフォームの機能を説明し、ユーザーが製品に慣れ親しんでいる間に発生する可能性のある質問に答えることです。ミーティング中に質問がある場合は、Zoom アプリケーションのチャットオプションを使用して質問してください。ウェビナーでは質問を確認して回答します。よろしくお願いします。森博士を歓迎してください。おはようございます。で、本日はウェブセミナーに参加していただきありがとうございます。それではですね、今回は、エクサバイト IO の、初級セミナーということでですね、これから始めようとする方にですね、ご紹介していきたいと思います。で、本日のですね、セミナーの流れといたしまして、まず、1番目にですね、エクサバイオの、概要、そして機能説明、そして、ワークフローで計算実行で、その他の情報という形でですね、5つの、コンテンツでですね、進めさせていただきたいと思います。まずはじめにですね、このエクサバイト IO というものについてですね、簡単にですね、ご紹介していきたいと思います。まずですね、このエクサバイト IO なんですけれども、簡単に言うとですね、ナノソリューションに特化した、クラウドシステムなんですよということです。でですね、ウェブブラウザーで、操作することが可能で、例えばモデリングであったりとか、でまたはクラウドを利用してですね、計算を行うと。で、クラウドの計算機というものは、高性能な、PC を使って操作するということが可能です。で、またですね、データベースに蓄積させて、データを管理したり、また蓄積させたデータをですね、再利用して次の、研究に使ったりというようなことも可能ですという感じです。このようにですね、ウェブ上でですね、材料シミュレーションを、行うにあたって、サポートすることができるシステムになっていますという形です。で、エクサバイト IO のですね、コンセプトなんですけれども、大きく3つありますという形です。1番目はですね、時間を節約するということなんですけれども、まずこのウェブブラウザ上でですね、モデリングや入力ファイル、計算実行、そしてデータ管理というようなことをですね、全部できることによってですね、全体の時間を節約しますよ、研究の時間を節約しますよというようなことをが一つ挙げられますと。で、2番目に費用の節約というふうになっているんですけれども、これはですね、高性能な、いわゆる PC というものはどうしても高価になってしまいますと。しかしながらですね、クラウド利用することによってですね、使った時間だけ、請求するということでですね、いわゆる、計算の、リソースに関する、コストというものをですね、抑えることができますということでですね、費用を節約できるということがもう一つの、特徴になりますと。で、もう一つ3番目にですね、研究の質の向上というふうになっているんですけどもですね、このエクサバイト IO がですね、ウェブで動くということでですね、まず、その組織内での、情報の共有ができますよと。そしてですね、ある人の、知識っていうものをですね、他のメンバーに共有するっていうことができますと。で、それは組織内で、やれるようになりますよという形ですと。で、もう一つはですね、また別の、グループとか、別の研究所とか、
まあ、共同研究やりたいよというような時もですね、グループ参加というような形を組めばですね、一緒に、共同研究をすんなりできたりと。で、まあ、データも、シェアしたりというようなことができてですね、今までよりも速い速度でですね、研究の知識とか、ノウハウっていうものをですね、蓄積することが可能ですよという形ですと。まあ、大きくこの3つの利点がですね、挙げられますという形です。で、まあ、このような商品がまずできたという、まあ、いわゆるこのエクサバイト IO ができたという背景がですね、やっぱりこの、まあ、実験中心からですね、少しずつこの、ね、理論科学のと、まあ、データマイニングっていうふうにですね、まあ、少し流れができていってるという形です。まあ、そういう背景がありますと。で、その中で、まあ、こういうツールを使えばですね、より、まあ、研究開発を、まあ、効率化できる、まあ、そして効率化することによってですね、まあ、短縮ができますよと、まあ、コストも抑えれるという形です。そして、まあ、それが何に結びつくかっていうと、まあ、次の、まあ、いわゆる材料探索っていうのに、まあ、直結してくると、まあ、例えば AI とかを使った解析で、まあ、新機能の、性の高い、材料開発っていうことができますよという形ですと。まあ、今回このような、機能をですね、含んだのがエクサバイト IO なんですよという形です。で、本、セミナーですね、今回はですね、金属や結晶などのですね、第一原理計算についてですね、紹介していきたいと思います。で、まあ、とりあえず内容もですね、簡単な内容になってますと、まあ、触りの部分だけになっていますよという形です。ですので、深い、内容についてはですね、改めて、別途セミナーを設置いたしますのでですね、まあ、そちらにご参加させていただければと思います。はい、でですね、まあ、先に出しておきますとですね、まあ、今までの、このプラットフォームとかという料金体系とかではなくてですね、まあ、CPU とか GPU をですね、使用した分だけが、まあ、かかる費用なんですよというような仕組みになってますという形です。まあ、なのでですね、まあ、インプットファイルを作ったりとか、モデリングをしたりとかっていう作業ではですね、一切料金は発生しないよということになってます。そしてですね、アカウントもですね、組織アカウントとして発行されますんで、まあ、一つのユーザーさんでですね、まあ、5人でシェアして使うことができますという形です。まあ、そうすることによって計算データとかノウハウというものを皆さんで共有しながら使っていただくということができますという形です。またですね、まあ、いわゆる GUI の使い方とか、まあ、こういう計算を少しやるにあたってこの GUI をどう使ったらいいとかっていうような、サポートはですね、まあ、弊社、CTC の方でですね、受け付けていますんでですね、これもですね、料金の中に含まれていますという感じです。なので、まあ、そういう、技術サポートも、ついていますよという形ですと。で、簡単にですね、先に、エクサバイト IO のですね、画面について説明していきたいと思います。まあ、これがですね、エクサバイト IO ですね、ブラウザー上で開いたとき の画面ですよという形です。右にメニューと、まあ、左メニューっていうふうに分かれててですね、操作するっていう形になります。まあ、右の方のメニューはですね、まあ、基本的にアカウント情報ですよという形です。例えばアカウントの切り替えという形で、まあ、個人アカウントとか、組織アカウント、でまたはですね、コラボレーションしているようなアカウントに切り替えて、そっちのアカウントで、計算を行ったり、したりということができますという形です。まあ、あとはアカウントの情報であったりとか、まあ、そのジョブ、まあ、計算が走ったときにですね、いくらかかったかっていうような履歴っていうのも残るという形です。あとはですね、ターミナルモードと、まあ、今まで、テラタームとか、パティとかっていうのを使われていると思うんですけど、ウェブ上でですね、それも使えるっていう形ですね、ターミナルモードで実際に計算するっていうことも可能ですという形です。で、あとはリモートデスクトップというふうになってるんですけど、まあ、このウェブ上でですね、
可視化ツールとか他のツールを使ってですね、見たいとかっていう時に使われる時使う機能なんですけど、まあ、そういうリモートデスクトップ機能というのも入ってますよというフラッチです。で今度は左側ので、メニューなんですけども、まあ、こちらがですね、どちらかというとこのジョブを作ったり管理したりというようなこと機能になっていますという形です。まあ、そのメニューを選べばその項目に行うことができるという形です。まあ、ノードの空きであったりとかで、あとはジョブを作ったりで、ワークフローっていうのがですね、どういう計算を行ってどういう物理データを出したいかというようなフローをですね、設定されてて、それを選ぶことによってですね、計算するというようなことを管理しているところになります。あとはバンクっていうところがですね、みんなで、作った、ワークフローであったりマテリアルっていうのがですね、公開されてて、まあ、公開非公開っていうのはまあ選べるんですけど、もし公開してるものであればここにあって、でそれを使って、計算を行ったりというようなことができますという形です。あとはまあシェア機能といってですね、お互いにシェアアカウント間でのシェアを行ったりとかいうようなことに使われて、例えばですね、我々CTC とのですねサポートでですね、問題もエラーが起こっているようなジョブに対してですね、シェアしていただければ、それを見て、すぐにサポートするというようなことも、可能ですと、まあ、そういう使い方もできますという形です。まず、ですね、簡単にエクサバイトのですね、背景、そして機能というようなことについてですね、ご紹介いたしました。なんで、ここまででですね、何か質問がありますでしょうか。ではないようでしたらですね、次のコンテンツにですね、進めさせていただきたいと思います。で、2番目の、項目といたしましてはですね、モデリングを、についてですね、説明させていただきたいと思います。で、モデリングを作るにあたってですね、まあ、今回は結晶モデルなんですけれども、結晶モデルを作るにあたってですね、まずこのアメリカのですね、マテリアルスタジオから直接、結晶データを、検索して、それを取り込んで使うというやり方とですね、ファイルを、まあ、アップロードしてと、まあ、今お客さんとかユーザーさんで持っているファイルをアップロードして、それを使うという、2つの方法がありますよという形ですと。まあ、例えばですね、マテリアルを、取得しますと、まあ、結晶データを取得しますよというときはですね、左側のマテリアルズというような、項目を、選んでいただいてですね、そうするとですね、こういう画面になるんですけど、例えば、マテリアルプロジェクトからですね、データを引っ張ってきたいというときはですね、この雲のマークをですね、選んでいただければですね、まあ、こう次の画面に切り替わるんですけど、そこにですね、例えば CU とかって入れると、まあ、CU の結晶構造のデータを、マテリアルプロジェクトから引っ張ってきますという形です。で、その、一覧が示されてですね、でタグっていうところにですね、その主な説明っていうか、が出てきますよという形です。で、あと結晶群と、まあ、体積であったりとかの出てくるんで、必要なものをですね、選んで、こうインポートとしていただければですね、自分のこのマテリアルズという、保存する場所にですね、すぐに取り込むことができますという形です。で、まあ、取り込んだ、モデルはですね、まあ、個人アカウントであれば個人アカウントのマテリアルズに保存されますし、まあ、組織アカウントであれば組織アカウントのマテリアルズに保存されますよという形です。まあ、このようにですね、マテリアルプロジェクトから、まあデータを引っ張ってくるということができますよという形です。そして、まあ、ダウンロードしてきたものをですね、クリックしてやればですね、こういうものが、こういうデータを引っ張ってきたんだということは可視化して見ることができますよという形です。で、次にですね、モデリング機能なんですけども、まあ、エクサバイト IO をですね、
使って、まあ、いろんなモデルを編集するという形になってくると思います。で、その時にですね、まあ、こういった基本的な機能なんですけど、まあ、原子の追加、置換、削除といったようなことができますと。あとはスーパーセルを作ったりですね、スラブモデルを作ったりと。で、元素の組み合わせを、まあ、いわゆる置換ですね、ある置換をもうどんどんどういう元素に置換するかっていうのをですね、自動的に作成する機能と。で、あとはですね、まあ、プリミティブセルから、まあ、ユニットセル、まあ、コンベンショナルセルに、まあ、変換させますよというような機能とですね、モデリング、まあ、2つ、3つのモデルをですね、まあ、ドッキングするとか、まあ、表面モデルを作ったりするときにですね、スラブの上に分子を置いているというような、モデルを作ったりとか、まあ、そういうのをですね、まあ、する機能であったりとか、あとは反応、NEB モデルに、NEB の計算をするためのモデルを作成する機能がありますよという形です。で、こちらですね、最後のやつがですね、ESM ってやつがですね、まあ、簡単エスペースの、機能になるんですけども、まあ、因果電波の計算に対応した、まあ、モデル作成をするという機能でですね、まあ、こちらはちょっと ESM は、まあ、簡単エスペースだけになるんですけど、まあ、その計算をするためのモデルを作るというようなものがですね、エクサバイト IO でできますよという形です。まあ、全部これはウェブ上でですね、できますという形です。まあ、例えばこう、モデルを作成するっていうときはですね、今度はマテリアルズのですね、今度青のボタンのクリエイトっていうボタンを押してですね、モデルをですね、作っていきますよという形ですと。で、押していただくとですね、このような画面がですね、出てきてですね、まあ、左から順にで言うとですね、まあ、保存したり編集モデルを追加したりというようなことをする、メニューバーがあってですね、であとはこの、まあ、履歴ですね、履歴を残すバーがエディットというところにあると。で、アドバンスっていうオプションのところにですね、スーパーセルとかスラブで元素を組み合わせるモデルというのは作ることができますよというところですね。あとはクリスタルベーシスというところにですね、まあ、この原子の情報、位置情報が載っていますよという形です。まあ、このような画面配置になっていますという形です。で、こちらの方でですね、座標系はですね、結晶系座標とですね、カルテシアン座標系でですね、切り替えてですね、使うことも可能ですよという形です。まあ、簡単にですね、マウス操作でですね、消す方法もあるんですけど、この、直接この画面でですね、元素をですね、追加したりですとか、まあ、元素を置換したり、まあ、削除したりっていうのはですね、この部分を編集したらすぐにできるっていうこともできますと。で、次はですね、このアドバンスモードという、機能のところを使ってですね、スーパーセルとかを作っていく場合ですね、これは。で、先ほどのスーパーセルのタブを選んでいただくとですね、まあ、このようにですね、一つ画面が出てきてですね、この、X 方向にですね、まあ、2倍も、拡張させたい場合ですの時は、XX のところにですね、2という数字を入れていただければですね、X 方向に2倍伸びたセル、スーパーセルになりますよというような形です。まあ、こういう一般的な機能は搭載されてますよという形です。で、今度はですね、スラブモデルということでですね、金属スラブモデルを作る場合ですね。で、今度はスラブのタブを選んでいただくと、スラブモデルを作るにあたって必要なミラー指数であったり、層の厚さで、真空層で、まあ、これは XY 方向に、幅広く作りますかという、そういう入力をすることによってですね、スラブモデルを作ることができますよという形です。まあ、例えば、11表面にですね、で、スラブは3層を作ると。で、真空層をですね、スラブよりの層に対してですね、4割入れると。そして、XY 方向に2倍拡張したモデルというようなものを入力したい場合ですね、こういうふうに入力していただいてですね、サブミットというボタンを押していただくと、
右下の、示すようなですね、スラブモデルが作成されますという形ですと。まあ、こちらもまあ一般的なスラブモデル作成機能も、ExabyteIO は搭載していますよという形です。で次にですね、先ほど出たこの元素を組み合わせて、複数のモデルを作成しますよという、機能ですね。これはコンビナショナリ、ナショナルセットっていうですね、タブを選んでいただいてですね、作成しますよという形です。これは一体何をするかというとですね、例えばあるポジションのところにですね、元素を、まあ、どんどん置換していった組み合わせ、まあ、総当たりであったりとか、そういった時に使う機能ですよというからです。まあ、一つ一つ手作業で作ってるとですね、大変だという形でですね、まあ、そういうのをですね、サポートする機能ですという形です。まあ、例えば00のポジションのところに2種類の元素を入れると。でも次のポジションのところに5つの元素を入れて、モデルを作成すると。そうするとですね、右、下の図のようにですね、こういう通りの、モデルが一気に作成されますという形です。で、作成したものはですね、全部、保存して、で、入力ファイルを、1個ワークフロー1個当てはめてやるとですね、一瞬にして、まあ、10個でも20個でも、ジョブを作成することができて、で、一斉に、計算を出すというようなこともできるという感じです。まあ、ですので、今まで手でやったりとか、まあ、スクリプトを組んでやってたというようなことがですね、ボタン一つでですね、まあ、入力のとかキーボードは言いますけど、まあ、基本的にはボタン一つで、そういうモデルを一気に作って計算するということができますよという形です。で今度はですね、モデルのドッキングという形ですね。例えばこのシリコンの上にですね、一連分子をですね、配置したいというようなときに、このマテリアルの 3D モデルというのを使うとですね、そういうのができますよという感じです。まあ、2つのモデルをですね、1つのモデルに合わすっていう機能ですね。で、このように、シリコン上にエチレンを配置して、まあ、3D で、まあ、自分のいいところまで乗せていくっていう感じですね。まあ、こういうふうに、まあ、ちょうどいい原子の位置に、エチレンを配置しましたよというような感じで、ですね。で、そしてセーブと、エグジットってやると、この下にですね、現れてくるという感じです。2つのドッキングしたモデルが現れてくると。っていうのがですね、ウェブ上で、もうこれもこちらの方もできますよという形です。で、最後にですね、この章の最後なんですけど、まあ、先ほどのモデリングとか、モデルを取得するとかっていうところなんですけど、これをですね、まあ、もう REST API という、まあ、Exabyte の REST API 機能をですね、使うとですね、それもできますよという形です。まあ、こっちは Python と Jupyter Notebook っていうのをですね、併用していただくとですね、まあ、そういう、こういうコマンドを書いていただければ、モデルを取得して、計算流したりとかっていう、こという使い方もできますよという形です。まあ、こちらの機能はですね、どちらかというとですね、アドバンス機能という形でですね、まあ、別途ですね、弊社のセミナーを開催してますんで、まあ、そちらの方に参加していただければ、こちらの、使い方とか、まあ、どういった用途に使うとかいうのことを説明させていただきます。まあ、昨年2月にですね、こちらの、使ったですね、講習会を開いてですね、その時は、まあ、マテリアルインフォーマティクスを行うにあたってですね、この REST API を使って機械学習連携というようなことをですね、ご紹介させていただいたという形です。まあ、今年もですね、そういうセミナーを開いて、順次開いていきますので、まあお知らせさせていただきたいと思います。
で、ここまでがですね、2章の、説明になります。ここまででですね、質問がありますでしょうか。まあ、ではないようでしたらまた次の章に続けさせていただきたいと思います。次がですね、このワークフローという形です。まあ、エクサバイト IO はですね、このある物性値を求めるにあたってですね、その、計算のフローという、まあ、レシピっていうのがですね作られていて、そのレシピを選ぶことによって、もう物性データを計算することができますよという形です。まあ、それに必要な第一元計算の入力というものがですね、もう事前に設定されていて、まあ、初めて第一元計算を行う方でもですね、すぐに計算ができるようになっていますよというような機能です。で、事前にですね、Exabyte.io に入っているワークフローの種類なんですけども、こちらに羅列しますとですね、こういう機能が入っていますよという形です。まあ、簡単に説明いたしますとですね、まあ、例えばこのトータルエネルギーを求めるものであったりとか、状態密度バンド計算、バンド構造を、求めるものであったりとか、まあ、バンドギャップで、あとは格子乗数を、まあ、最適化したりとか、まあ、そういった最適化の、オプション、まあ、いわゆる計算フローが入っていると。あとは炎の計算ですね。まあ、そういったものが入っていますよという感じです。で、右側の方はですね、まあ、バンド計算するにあたってですね、通常の計算だとですね、バンドギャップが、小さく、まあ、過小評価されてしまいますよという形でですね、まあ、それを、補正する形でですね、HSE というような方法があるんですけども、ハイブリッド法に対応した、まあ、入力法も、対応したこのワークフローも存在が事前にありますよという感じです。まあ、さらにですね、より、バンドギャップとかそういうのを高精度にですね、評価するときに使われるですね、 GW 法という、まあ、その入力に対応したフローもありますよという形です。で、次がこの ESM法っていうのがですね、これはこちら簡単、先ほども出たんですけど、カンタムエスプレッソに対応したやつですね。このインカ電波に、する計算に使われるやつですね。で、これの入力に対応したフローがもう事前に用意されていますよという形です。まあ、その他は、まあ、表面エネルギーであったり、まあ、化学反応を計算するという感じです。まあ、であとは、まあ、機械学習用に使うようなフローがあったりとかいうのがあります。教師データ作るようなものがありますよというような感じです。で、これから始めようという方になんですけども、ワークフローをですね、じゃあどういうふうに、取得したらいいだろうかということなんですけど、まあ、先ほど一覧のですね、ワークフローを取得するにあたってですね、この右側の左側のメニューがですね、バンクというところのですね、ワークフローっていうところを選んでいただいてですね、で、例えば今回だと、まあ、リラクゼーションっていうことの、ワークフローが必要だった場合はですね、このリラクゼーションというふうに入れていただくと。そしてですね、まあ、こういうふうに、チェックしていただいてですね、ちょっと見にくいんですけれども、例えばバスプのバージョンであると、カンタムエスプレッソのバージョンというのがあってですね、例えばカンタムエスプレッソのバージョンが必要であれば、カンタムエスプレッソの方を選んで、取るということをしますと。で、こちらの、選んでですね、取得するんですけど、例えばこの、エクサバイトが提供したものはですね、この赤文字で書いているものになるんですけど、こちらの方の、館長という、漢字で書かれた、ものですね、そちらの方がですね、エクサバイトが提供しているものになりますので、まあ、こちらを選んでいただいてですね、ダウンロードしていただくという形です。で、取得するとですね、今度は、ワークフローという自分自身のタブの方にですね、ダウンロードしてきたものが、取れますよという感じです。
まあ、こちらに、溜まっていきますという形で。で、次はですね、ワークフローの、まあ、画面説明に、なんですけども、まあ、基本的には、サブフローと、メインフローとサブフローという形でですね、構成されていますという感じです。まあ、メインフローはですね、ある、構造最適化を行って、次に、SCF で、トータルエナジーを求めてとか、まあ、動作を求めてというような並びをすることもできますし、サブフローはですね、例えばこも同じような動きすることもできますよという感じです。まあ、今回に出すでしたらですね、バンドストラクチャーという形に、まあ、で状態密度 と,、バンド構造を求めるフローがですね、こういうふうにサブフローの方にですね、事前に設置されていますよという形です。で次がですね、ワークフローを、作成するときにどうしたらいいかという形なんですけども、ワークフローを作るときにですね、メインフローの方でですね、ある構造を最適化して次、例えば、シェルスクリプトを動かして、なんかこういうものを抽出して、もう構造を変えたりとか、なんかいろいろ作業をして、でまた計算とフローをつなげていくというようなことができますよという形ですと。まあ、その際にですね、この赤枠のところに入っています、項目を選んでですね、どういうメインフローにするのかということができますよという感じです。簡単な SF を使ったりとか、まあ、バスプで計算するフローであったりとか、まあ、シェル、まあ、Python と使ってですね、回る作業をするとかっていうようなこともできますよという形です。まあ、なのでですね、独自にもう組まれた、プログラム、いわゆるシェルスクリプトっていうのをですね、こちらの方でですね、実行するというような、フローを作ってですね、組織間で、まあ、皆さんでシェアして使うというような、やり方もできますよという形です。でここまでですね、ワークフローについての説明になるんですけども、何か、質問がありますでしょうか。では、ないようでしたらですね、次の章に進まさせていただきたいと思います。次はですね、これまで作った、まあ、モデル、そしてワークフローをですね、活かしてですね、じゃあ計算を実行してですね、で、計算結果を見たりというようなことを、についてですね、説明させていただきたいと思います。まあ、計算ジョブをですね、作るときはですね、このクリエイトジョブっていうところをですね、選んでいただければですね、計算ジョブを、すぐに作ることができますと。で、次にですね、この赤い矢印で示してます、このセレクトマテリアルズっていうところでですね、まあ、自分が保存しているマテリアルですね、まあ、結晶データであったりとか、スラブモデルであったりとか、まあ、編集したモデルをですね、まあ、選ぶということになるんですけど、まあ、ここでですね、選ぶことになります。で、こういうふうにですね、自分が保存しているマテリアルが一覧が出てきてですね、どのマテリアルを使って、じゃあ計算するんですかという形です。まあ、今回はですね、一つ選んで、計算するということを説明いたしますが、一斉にですね、10個、20個選んでですね、モデルを選んで、その情報を作る、一斉に作るということも可能です。で、今回は一つ選んだ場合ですね、例えば金を選んだときに、まあ、こういうふうに、選ぶとですね、元のメインの画面の方にですね、金属の結晶データの情報が反映されますよという形です。で、次にですね、今度は、計算フローというような方、まあ、何の計算を行いたいかということを選ぶということになります。その時には、セレクトワークフローっていうのを選びますよという感じです。
まあ、こういうふうにですね、自分の方に、保存した、フローを選んで、何の物性データをとか、何のことをやりたいかっていうのを選んでます。例えばこれだとですね、公式定数を、まあ、最適化しながら、内部の、4の、位置情報をも最適化しますよというワークフローを選択しているという画面です。まあ、こういうふうに選んで、セレクト、まあ、選んでやるとですね、まあ、向こうに反映されますよという形です。で、こういうふうに保存してやるとですね、まあ、先ほどの出たやつに対して、保存すると P というようなブルーのマークになるんですけど、保存されたジョブになりますと。そして、まあ、ランということをやってやるとですね、クラウドの計算機、エクサバイトの用意する、クラウド計算機の方にですね、実計算が実行されますよという形です。で、計算実行するとですね、今度はリザルト、タブっていうのとですね、ファイルタブっていうのがですね、2つ増えまして、リザルトタブの方ではですね、行った計算の出力結果、まあ、可視化であったりっていうのが、行われます。で、ファイルズっていうの方はですね、計算で出てきたファイルを、まあ、一覧でリストアップしていると。で、必要であればそのファイルを選んで、ローカルの PC にダウンロードすることもできますという形です。で、例えばこういうふうに、計算の状況ですね、収束状況っていうのもですね、ウェブブラウザーからですね、見ることもできますという形です。でですね、実際に計算が実行されているときにですね、どういう収束状況かっていうのもですね、まあ、リアルタイムに、ウェブブラウザー上から、まあ、見ることができますと。まあ、ですので、まあ、ウェブブラウザーなのでですね、まあ、例えば外出先からですね、まあ、携帯から、スマートフォンからとか、ジョブの収束状況を見たりとか、まあ、そういうこともできますという形です。で、ここまでがですね、4章でですね、簡単にこのジョブを作って、計算実行するという流れなんですけども、ここまででですね、何か質問がありますでしょうか。ではないようでしたらですね、その次に進めさせていただきたいと思います。まあ、その他といたしましてですね、まあ、まあ、弊社側ですね、CTC 側で、行っていることについてですね、ご連絡させていただきたいと思います。まあ、例えばですね、Exabyte.io を使ったですね、事例をですね、弊社のですね、ホームページで、掲載しています。こちらはですね、エンジニアリング i というところなんですけども、まあ、それを Google とかでですね、まあ、サーチしていただければですね、出てくると思うんですけども、そのところのですね、Exabyte.io っていうプロダクトのですね、事例紹介っていうところを選んでいただければ、こういう事例の、ところが出てきますと。まあ、ここではですね、半導体とか、まあ、電池、まあ、有機EL、そしてまあですね、高分子の計算というようなことがですね、紹介していますよという形です。まあ、今回のセミナーはですね、まあ簡単な機能でですね、まあ、こういう流れのものなんですよということだったんですね。深く事例の紹介はできてないんですけども、まあ、こういう事例のリストがあるのでですね、見ていただければと思います。ある事例に関してはですね、どれぐらいのベンチマーク、まあ、料金がかかったりというようなですね、ベンチマークも行っているものもありますのでですね、まあ、こちらに、見ていただければと思います。で、まあ、再度の、まあ、お知らせになるんですけども、まあ、この技術サポートですね、こちらもですね、もう、まあ、使用の中、料金の中にですね、もう含まれていますよという形です。まあ、なのでですね、GUI の操作であったりとか、まあ、こう
ういう、GUI を使ってですね、エラーが出たというような、サポートに関してはですね、もう別途その、料金を取ってやっているっていうわけではなくてですね、エクサバイトのその CPU、GPU を使用量の中にですね、もう、込みという形でですね、させていただいてますよという形です。なのでですね、あのエクサバイトの、まあ、質問はですね、気軽にですね、行っていただければと思います。で、その際にですね、この弊社の、メールアドレスですね、exabyte@ ですね、CTC の、まあ、メールアドレスがありますね。こちらにですね、メールを送っていただければですね、まあ質問を対応させていただきますよという形になります。あとですね、まあ、弊社のセミナーをですね、まあ、別途この用意していますよという形です。まあ、今回は初心者用、まあ、紹介用だったんですけども、今度はですね、まあ、分子軌道法の計算であったりとか、分子動力学法のまあ計算についてですね、セミナーを開いていますよという形です。まあ、昨年はですね、分子軌道法の方をですね、説明させていただいたんでですね、まあ、今年はですね、両方、まあ、やる予定ですのでですね、まあ、決まり次第ですね、また、ホームページで掲載したり、まあ、メールで流したりという形になります。で、もう一つは、まあ、機械学習セミナーですね。やっぱりこの、MI、まあ、マテリアルインフォマティクスとかっていうような時にですね、まあ、機械学習機能を使うとは思うんですけども、まあ、そういう機械学習を利用したやり方っていう、まあ、その中でですね、エクサバイトを利用するやり方っていうのをですね、ハンズオンを交えてですね、やっていくっていうようなことも実施してきたのでですね、まあ、今年もですね、まあ、機会があれば、開催したいと思います。まあ、その他ですね、アドバンス的な使い方という形ですね、より高度な計算をやるとかっていうようなことをですね、紹介するセミナーもですね、やっていきたいと思っていますのでですね、まあ、ご参加いただければと思います。で、これでですね、その他というところの、章はですね、終わりになります。何かここまでですね、ご質問はありますでしょうか。ではないようでしたらですね、まあ、本日はですね、ウェブセミナーに参加していただきありがとうございましたと。お忙しい中参加してありがとうございました。私からはですね、このエクサバイト IO のですね、説明は以上になりますと。まあ、最後に何かご質問がある方がいらっしゃいましたらですね、チャットボックスの方に書いていただければと思います。まあ、以上です。はい。あ、一つ質問がありますんで、サービスレベルと、価格のオプションについて簡単に教えてくださいという形ですね。はい。はい、こちらですね。この、まあ、料金体系のところになるんですけど、ここですね。まあまあ、このエクサバイト IO をですね、使用するときにあたってですね、まず最初にですね、まあ、金額を振り込んでいただいて、その振り込んでいただいた 金額からですね、CPU、GPU を使った金額を、まあ、どんどん切り崩していきますよという形になりますと。それでですね、CPU のですね、価格がですね、まあ、1時間あたりですね、$0.12 コアパーアワーというような形でですね、基本量があります、使用量がありますよという形です。で、またですね、このそれとは別にですね、このセービングノードというのようなものがありましてですね、さらに5分の1の価格でですね、
計算する機能がありますという感じです。まあ、セービングノードっていうのは何かっていうとですね、この空きのノードをクラウドの空きのノードをですね、利用してですね、そこの急がないように、まあ、計算をしてですね、コストを抑えるという形です。まあ、そういう、まあ、料金体系ですよという感じです。まあ、ですのでですね、まあ、これまでのような、まあ、ソフトを、まあ、ライセンスを買って、まあ、その PC に入れてとかいうわけではなくてですね、あくまでも、使用料という、扱いになります。で、日本の場合はですね、この組織アカウントという形でですね、販売しておりますのでですね、この組織アカウント、まあ、エンタープライズ版ですね、エンタープライズ版で、まあ、使っていただくという形になります。で、このエンタープライズ版というのはですね、組織でですね、5人まで使うことができますよという形です。で、まあ、5人以上使われたいよという方がいらっしゃいましたらですね、まあ、1ユーザーあたり、まあ、2万円通過していただければ、まあ、その、できますよという形で。まあ、こちらがですね、サービス、エクサバイトのですね、料金、体系になりますという感じです。で、そうですね。じゃあ最後にですね、まあ、コラボレーション、まあ、いわゆるするときに、どうしますかという感じですね。ちょっと、実際。このアカウントの切り替えっていうところですね。まあ、組織アカウントといたしまして、まあ、コラボレートすることができるっていう感じですね。実際にですね、見ていただいた方がいいと思うんですね。こちらがですね、実際にですね、Exabyte.io をですね、の画面になりますと。で、こちらのアカウントというところですね、を選んでいただくとですね、こういうふうにですね、自分の個人アカウントとですね、例えば他のセミナー、まあ、随時、ハンズオンとかセミナー開いてるんですけど、そのセミナーのアカウントであったりとか、まあ、あとは伊藤忠とか、まあ、いうような、項目であったりと。で、あとはですね、あの大学さんとですね、とか、まあ、あるところと別のところと共同研究していますよというようなときにですね、こういうふうにアカウントを、まあ、追加してですね、そのアカウントを選ぶことによって、使うということができますと。なんです。なので、複数の、個人アカウントを複数の組織にですね、所属させることによってですね、まあ、簡単にですね、共同研究を行ったりとか、することができますよという形です。まあ、例えばこの我々でしたらですね、伊藤忠っていうグループの下に入ってですね、実際に実行していくとか、またはですね、このアカウントを切り替えて、また個人のアカウントに切り替えるというようなこともできますよという感じです。まあ、こういう機能を使っていただければですね、まあ、遠く離れた方とですね、
共同研究や、まあ、情報交換、まあ、ジョブのシェアというようなことがですね、できますよという形です。まあ、これはですね、まあ、これまでにない、これまでのソフトにない、機能の一つで、まあ、特徴的な機能になると思います。Mori-san, this is Timur. Thank you very much for the explanation. I'd like to open this for questions if we have any. We still have a few minutes. まあ、少し時間がありますんでですね、何か、まあ、質問がある方は、ご自由に質問してくださいという感じですね。Especially if there are some issues that people are dealing with, some problems or something that is difficult to understand, it would be good for us to know and we can help and explain it here. はい。まあ、またですね、まあ、弊社の方です。でもですね、またこのより詳しいハンズオンとか、そういうのをやっていきますんでですね、このより詳しくですね、エクサバイトの説明ができると思いますんで、はい、まあ、そちらの方をですね、ご参加いただければと思います。All right, looks like we have no volunteers for the questions. So at this point, I'd like to thank Mori-san very much. And we would like to continue and have this webinar on a regular basis. So we'll send everybody a follow-up email with the links to this presentation, to the recording, and to the PDF file. Right? Thank you very much, and have a good rest of the day. はい、本日ありがとうございました。